有馬の別所長治ら信長への反乱が相次ぐ中、摂津の荒木村重もそれに呼応するように離反した。村重を知る黒田官兵衛は説得のため摂津へ赴くが、そのまま捕らわれ有岡城に幽閉されてしまう。秀吉は官兵衛救出に向かいたかったが、織田を取り巻く緊迫した情勢がそれを許さず、羽柴軍は木津川口へ。その地で秀吉は反抗勢力の主力をなす本願寺勢に物資を援助せんとする毛利水軍の撃退を命じられる。戦況は劣勢。しかし織田軍には鉄鋼戦という強力な切り札があった。木津川口の戦い。ようやく木津川口に着いた。大丈夫、秀吉？ああ、雨子を見捨てた胸クソ悪さは消えてねえが、今は目の前の戦に集中しねえと。というか半兵衛、お前こそ大丈夫か？顔色が悪いぜ。あんまり無理するなよ。僕のことは気にしないで。官兵衛のためにも必ず勝利を引き寄せないとね。そうだな、早いとこ有岡城に向かわねえと。巷じゃ敵方に寝返ったなんてささやかれてるみてえだが。いや、官兵衛に限ってありえない。官兵衛がそんな子じゃないと僕たちは知ってるはずだ。だな。すまん、ちっとばかし弱気になっちまった。よし、今はオイラたちにできることをやるぞ。一丁手柄を立ててくるか。僕を頼ってね、秀吉。いずれ鉄鋼戦ってのが来てくれるらしい。みんなそれまで耐え切るぞ。織田の本陣はわしが死守する。そこか。秀吉、前線を頼んだぞ。さて、私の策を披露しようか。準備はもうできているかい？任されて。敵将合点承知。オイラが討ち取った。ここは引こうか、アルマイ。よし、このまま前線を押し上げておくか。織田勢は援軍を待っているのかな。であれば今のうちに畳みかけるのが上策だ。散らかすよ。合点承知。散らかすよ。ここで負けりゃ官兵衛を助けるどころじゃなくなっちまう。必ず勝つぞ。火を放たれたか。燃え広がる前に急ぎ消し止めよう。毛利の攻勢に織田は余裕なしと見た。今のうちに本願寺勢へ兵糧を届けよう。散らかすよ。お見事にございますな。体が重いや。でも今は秀吉のために頑張らないと。軍師、少し休んでは。ここは俺が。気は使わないで。僕のために
君の手を煩わせたくない。気など使っていませんよ。おいらの出番だ。あんたが倒れたら主が困るのです。橋をかけてくれ。攻勢を緩めず織田勢を圧倒するんだ。くらえ。父上に指揮を託していただいたんだ。必ず勝利へ導かないと。おお、毛利から兵糧が届いたか。ありがたい。これでまだ戦えるぞ。それ。戦況は必ず好転する。お願いみんな、今は耐えて。そこか。敵の攻勢がきつくなってきたぞ。鉄鋼戦はまだ来ねえのか。鉄鋼戦が来りゃ劣勢を覆せるかもしれん。みんなもうちょい踏ん張ってくれ。織田の将羽柴秀吉だった。折れずに味方を励まして。気骨のあるやつだ。武功一ついただきだ。悔しいが、ここまでか。そこか。なんとか火を消し止められたか。くらえ。てっよっ。秀吉殿、カズマス殿、お待たせいたした。この殿、撃て。毛利勢にありったけの弾をぶち込んでやれ。任された。合点承知。敵方に妙な船が現れたぞ。こっちを狙ってやがる。とにかく逃げろ。あれが鉄鋼戦の力か。よっしゃ、一気に巻き返してやれ。働きしないとね。さらに精進せよ。任された。合点承知。軍師だって分働きしないとね。よっ。
軍師だって武働きしないとね。軍師だって武働き、うん、しないとね。どんどん行くぞ、どんどん。武功一ついただきだ。ここは引くほかあるまい。お見事にございますな。それとよっ、軍師だって武働きしないとね。まずは人暴れして敵の規制を削ぐぞ。軍師だって武働きしないとね。え？僕が天下無双の軍師なの？敵が勢いついている。一旦交代だ。体勢を立て直す。オイラの出番だ。あの鉄張りの船をどうにかしないと。孫一殿、お願いします。さて、ようやく出番か。雇われた以上、報酬に見合う働きはしてやる。うん、いいよ。お回りしている余裕はねえな。船を呼んでこっちにつけさせろ。あの動き、鉄鋼船を狙ってるのか。どうにかされる前に止めねえと。邪魔はしねえでもらおう。できれば毛利の力だけで勝ちたかったけど、現状これが上策ですよね、父上。えい！
たち。金ヶ崎の引け目が尾を引いてやがるのか。だが相手だとどうもまだ鈍っちまう。敵は去ったな。攻撃を続けろ。これ以上被害が広がるとまずい。全ては勝利のため、私自ら打って出よう。開門。お待たせいたしました、高影王子様。さあ皆さん、本陣を攻めますよ。まず合点と敵の増援だ。止めないと本陣が危ない。来たね、テルモト。これで毛利の勝利がより揺るぎないものとなったようだ。ここで圧勝すればみんなを元気にできる。少し無理をしてでもやらないと。皆の衆、打って出よ。強撃をなし、毛利に勝利をもたらさん。開門。やっちゃおうか。父上がいなくとも毛利は強いんだ。それを貴様に教えてやる。おいらんで。うん、いいよ。分子だって分働きしないとね。うん、いいよ。毛利の勢い止められませんよ。手柄はもらった。いやよっ、向こう一ついただきだ。ここは引くほかあるまい。しまうぞ。お手柄です、あるし。手柄はもらった。うわここは引くほかあるまい。よっ、そこか。向こう一ついただきだ。皆さん、申し訳ありません。どんどん行くぞ。任された。合点。どんどん。やっちゃおうか。邪魔だて無用ぞ。散らかすよ。やっちゃおうか。敵将打ち取ったよ。悔しいがここまでか。散らかすよ。見事、さらに精進せよ。本願寺の連中を退けたぞ。あとは毛利を片付けるだけだ。ここは引くほかあるまい。おい半兵衛、あんまし無理すんなよ。お前の策がオイラには必要なんだ。うん、大丈夫、心配しないで。役目は必ず全うするから。援軍がやられたようだ。敵もなかなかやるじゃないか。そりゃよ。うん、いいよ。また思うように体が動かない。散らかすよ。これでは毛利を守れない。もっと力をつけねば。
勝ったぞ。これで本願寺が屈してくれりゃ官兵衛を助けに行けるかもしれん。半兵衛、和氏、よくやった。これで本願寺が潔く屈してくれりゃいいんだが。大丈夫、きっとほどなく折れるはずだよ。はあ、貢献できてよかった。軍師、いい加減少し休まれては。戦中から本調子ではないようでしたが。そうだぞ半兵衛、お前はオイラたち羽柴の要だ。倒れられちゃ困っちまう。休め休め。もう二人とも心配しすぎだよ。僕なら大丈夫だからね。またそうやって俺たちをはぐらかそうと。まあまあ和氏、半兵衛、オイラはお前を信じるよ。でも本当に無理は禁物だぞ。分かったな。うん、ごめんね。ありがとう。さあ急いで官兵衛を助けに行こう。松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼御勢や播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。しかし尼御勢の寄る光月城は毛利の猛攻にさらされ、落城の危機に瀕していた。この危機を救うべく信長は秀吉や光秀らを派遣。主君を救おうと勇む鹿之助と共に二人は光月城へ駆ける。光月城の戦い。よし鹿之助、ついに光月城での一戦だ。準備はいいか？もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に尼子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おお、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。一丁やるぞ鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して尼子を再興する。追いつくからな光秀。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。くそ、城は完全に囲まれてるな。
簡単にはたどり着けなさそうだ。敵を本陣へと引きつけ進路を確保せよ。家出吉殿と鹿之助はその間に進め。北の援軍、我らが食い止めん。ゼロ返してくる。よし、砦の将は本陣に向かったみたいだ。ここを落としてさっさと進軍しちまおう。すぐ向かいます。勝久様、一瞬だ。どうかご無事で。俺たちは帰る。一人でも欠けては城は守れん。来たな、アマゴの鹿。その首刈り落としてくれる。織田に構うな。奴らの動きは想定のうちよ。我らは引き続き城を攻め落とさん。何としても織田を止める。本陣を攻めるか。狙い通りだ。返してみろ。承知した。俺の刃から逃れられると思う。見えた。敵将切り伏せた。意地は見せたわ。もうよかろう。光秀さんの強さ見習わないとな。見えた。よっしゃ、先に進むぞ。城攻めに城の邪魔はさせぬぞ。受けてみよう。これは取れない。俺も頑張らないと。万兵は配置だ。みんな城へと打ち入れ。甘いわ。打ち死に。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。貴様らに俺を阻めるものか。覚悟せよ、アマゴの鹿め。隙を見せた。囲まれたか。鹿之助の進軍が止まったようだ。急ぎ助太刀に向かうぞ。任せろ。承知した。返してみろ。さあさっさと城へと向かうぞ。見えた。ここまでは順調みてえだ。だが毛利相手にそううまくいくかな。長期戦になれば不利なのは俺たちだ。任されよ。増援を通し一気に型をつける。承知。そりゃせいや。甘いわ。せいや。そりゃ隙を見せたな。せいや。そりゃせいや。せいや。ごめん。うがち抜く。この程度戦果とは呼べぬゆえ。よし、これで先に進めそうだ。もう一人じゃどうなってたか。味方に助けられてるようじゃダメだ。俺自身が頑張らないと。気は熟した。増援を出し織田の手勢を囲むのだ。敵の侵入を許すとは。
本陣が囲まれたか。これでは死承知したいままならない。敵将切り伏せた。耐えきれ、引かせてもらう。本陣が落ちれば敵の攻撃が鳴りかねない。急ぎ本陣を守らねば。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ狩場攻めに参じようとのこと。有馬の調整、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は。そうか、それが信長様の。信長様の命なら俺がしんがりを引き受けるよ。見えた。援軍撤退だ。我らは播磨へ向かう。配属条件変更。撤退の邪魔になる奴らは俺が残らず倒さないとな。ごめん。おりゃおりゃ。あれ、敵の勢い抑えきれなかった。この奴ら撤退するのか。逃がすんじゃないぞ。ただいま。よし、本陣はもう大丈夫そうだな。早いとこ撤退しねえと。南東は守備が手薄。あの地より引くか。敵の少なさが気がかりだが仕方あるまい。開門。勝利条件変更。よ、ああ、のこのこ来やがった。てめえらの占領、俺が見抜けねえわけねえだろ。やはり立ち塞がるなら切り伏せるのみ。しっかり俺が守りきるんだ。おら、せいやそりゃ、せいやそりゃ、受けてみよう。おだめ、逃がさぬぞ。残らず撃ったれ。開門。任されよ。任せろ。消えろ。承知した。本陣を狙って急いで止めないと。敵に容赦ないのはまだわかるけどよ、味方を見捨てるのは違うんじゃねえの。アマゴの者たちは切り捨てるってか。信長様、これはさすがにあんまりじゃ。織田は残らずこの地で果てよ。勘弁しろ。いや、そうか、援軍が撤退よ。いよいよ覚悟を決めねばならんな。みっともなくあがきやがって、やってられねえな。開門。道は開けた。急ぎこの地を離れれば。任されよ。今の俺にできることは撤退を必ず成功させることなんだ。よし、光秀たちを守れたみたいだ。敵将、始末いたした。隙を見せたな。隙を見せたな。それじゃ俺はここまでだ。みんな、後のことは任せだぞ。平門。鹿之助、やはりな。元より一人残る腹積もりだったのだろう。なんだ、お見通しだったか。そうだ、俺にアマゴは捨てられない。大丈夫、またすぐ会えるって。必ず追いついてみせるよ。約束だ。
なんとか撤退はなったようだな。さて、じゃあオイラたちは。ダメだ、やっぱり俺は戻る。鹿之助を、仲間を見捨てられねえ。待て美月、あのバカが。あるし、あいつは悪いが、今美月を連れ戻すだけの猶予はねえ。オイラたちは木津川口へ向かうぞ。じゃあまたな光秀、信長様によろしくな。殿、心中お察しいたします。なれど今は案ずるな。三木城へ向かうぞ利光。信長を待たせるわけにはいかない。承知。この刃は天下一心がため振るうのみ、惑ってなどいられない。各地方への藩と拡大を図る信長は、秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方、毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて光月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就は、この機に完全に滅ぼそうとしていた。光月城の戦い。お待たせしました父上。いよいよですね、憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が。ついに高かね。お前には輝元と共に木津川口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるい真似はせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、尼子の死界を。我が名作五郎次郎。この高影にお任せください。
雨子の命運、もはや風前の灯火、この光月城にて滅ぶがよいわ。そう、今こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに雨子を叩かねばな。雨子との戦がここまで長引くとはな。だがそれも今日で終わりだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な雨子は必ずここで打ち果たそう。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。策の障りは覗かねばならぬ。悔しい、ここまでか。お見事にございますな。おとばしれ。口ほどにもないな。守備は散らしたか。では城内へと攻め入ろう。開門。わしがやろうか。我ら雨子の加勢に参った。格のせよ。すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来た、しか貴様の首、今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。仕留める。前線より味方を引かせ、戦力を温存するのだ。じいさん、あんたは俺が必ず。討ち死に。任せてくれ。いいぞ、まだ。そこだ。おとばしれ。そこだ。さあ、次は誰が相手だ。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。分かったね。ずいぶんな腕っぷしだな、高影よ。わしが行くか。仕留める。やろうか。よし、この砦は俺たちがもらった。この調子でさっさと攻め進むぞ。はい、どう。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。各地に敵を抱えておる俺が今光月城一つにこだわるとは思えんが、いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかける。物資の補給はなったか。いざ攻め進む。策の障りは覗かねばならぬ。かなう相手ではなかったか。これは見事なお手並み。仕留める。そういえば、では中央の味方を残らず引かせよ。わしに策を。そこだ。わしが行くか。仕留める。観念せよ。まずまず筋書き通り。
場数が違うわ。よっ、まだだ、まだ俺は諦めない。しかもすけ、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。合わせるか。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻め手は緩められない。かかった。今だ、南北より挟み撃て。今ぞ、放て。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。やろうか。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞ。観念せよ。場数が違うわ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。仕留める。敵将討ち取ったぞ。お見事にござった。遅いわ。観念せよ。場数が違うわ。敵将討ち取ったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。兵力を削られたか。任せてくれ。いいぞ、お前。おとばしれ。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。有馬の調整、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば、小杉城は仕方ない。全軍速やかに撤退せよ。開門。そこだ。案の定、織田は撤退を始めたようだ。わしが行くか。雨子を捨てるか、信長。ならば今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて敵の後輩をつけ。やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将勝久だけだ。奴らを足止めせよ。エースで圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退阻ませはしない。楽にしてやろう。奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。仕方ねえ、少しでも敵を蹴散らしとくか。任せてくれ。いいぞ、お前。討ち死に。そこだ。討ち死に。敵将、私がほふってやったぞ。しんがりの役目全うしきれないとは。撤退は無事阻まれた。皆は光月城の攻略へ向かえ。織田の援軍は引いたようだが、雨子の執念あまりなめるでないぞ。わしがやろうか。開門。やりゃ。
勝つ日さえ打ち雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。繁栄の供物とも。くびるな。たとえ私が散ろうとも、雨子の執念、決してついえはしない。これにて、雨子の討滅はなった。討ち死に仕留める。今ぞ、あなた。靴久様。そんな。来たな、司会。長きにわたる因縁に蹴りをつけてやろう。わしが諦めるもんか。俺は、俺は。使えるべき主君が死ぬ。雨子は滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。決まってる。知っていた仲間の命に報いるためだ。つくづく愚かな司会を。ならばその意気ごと散るがよい。場数が違うわ。うん。父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の輝元様より急ぎ合流された人の伝令が。
悲嘆に暮れるイトマすら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。